県内でも自転車による事故が増えているとして、県警では対策を強化しています。今朝は県内一斉に取り締まりが行われました。今朝の取り締まりは、毎月15日の自転車交通安全の日に合わせたもので、県内25カ所で行われました。このうち青葉区宮町の交差点では、右側通行やイヤホンをつけながら自転車を運転する人に、警察官が警告カードを渡し、注意を促していました。おはようございます。県警によりますと、自転車が関係する死傷事故は先月末時点で502件あり、去年の同じ時期に比べ43件増えています。全国では自転車が歩行者をはね死亡させる事故も起きています。こちらは JAF が行った実験の映像です。自転車が歩行者と衝突した場合、歩行者が頭を強く打つなど大きな怪我につながる恐れがあることがわかります。たまにありますよね、ちょっとふっとこうで後ろから急に来ちゃってとか、あれとか思っちゃったりすることありますし、やっぱり危ないですよね。交差点だとか歩道を走る上でのルールとか気をつけないと、人にも迷惑かけるし自分も危ない目に遭うので、基本に忠実に行けるように絶えず気をつけていきたいと思います。県警では自転車への取り締まりを強化していて、去年は酒飲み運転などで赤切符を交付した事例も3件ありました。やはり自動車から見ても非常に危険な乗り物、歩行者から見ても非常に危険な乗り物ということですね。やはりルールと法規を守ってもらいたい、そして事故に遭わないようにしてもらいたいと思っております。